おはようございます。 DJ ウェポンです。さあ今日はですね、土曜日、今日もまたまた面白い営業入りました。今日来てるのはですね、まあニューヨークのアップステートって言われるところ、ホワイトプレインっていうところなんですけど、そこのまあ多分見る限り有名なステーキハウスのプライベートルームで、プライベートバースデーパーティー今からやっていきます。やーよー DG ウェパンデンデフエイ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 ウェパンモード It can't sleep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 。ということで車で1時間半かけ到着しました。 The Prime Italian Steakhouse、 見るからに高級そう。店内の撮影は気まずかったので入り口の雰囲気で察してください。プライベートルームに行くには階段を下って地下に行きます。日本でいうカラオケボックスみたいなところをイメージしてましたが、こちら広い。さすがアメリカ。まさかの地下全体がプライベートルームになっていました。最大使用人数120人。現時点では何人来るのか、どんな人が来るのか全く不明。手探りで始めていきたいと思います。機材はおなじみ DJ ウェポン、お手軽出張スタイル。最近はヨークビルの12インチスピーカーを購入。いい音出てましたね。この日は15人ぐらいのディナーパーティー。参加者 95% が女の子で、バイブス高めな現場。最近の女の子はとにかくケツが振りたい。そして自分の席へ帰っていく。こちらがニューヨーク2023年最新のパーティースタイルです。誰かがケツを振り出すとみんなが集まり、終わると帰っていく。最後は派手なバースデーケーキでお祝い。誕生日おめでとうございます。そして最後は歌がうまい友達がバースデーソングとキーシャコードを熱唱し終了。本日もご視聴ありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。